にちは。今回は大阪府知事さんの自宅のタワマンを見物しようと思います。その前に南海電車で新今宮駅にやってきましたので、新今宮といえばですね、愛林地区に隣接しております。この南海電車の、ガード下、その隣が西成労働福祉センターですね。この建物がございますので、ちょっと立ち寄ってみようと思いました。信号を渡るとですね、いきなりもう世界が変わりますね。東京の山谷なんかも歩いたり、動画に撮ったりしたことあるんですけれども、ここはですね、それをはるかに上回る別格ですね、これね。このままずっと歩いてですね、愛林地区のですね、中心部分まで行こうと思ったんですけど、身の危険を初めて感じましたね。ここ動画撮影してると、殴りかかってくる人がいるらしいんですよ。で、それとナイフでですね、攻撃してくる人もいるということで、いや、この先はもう無理だなと、この辺りで、空気でですね、察知しましたね。命がいくらあっても足りないと言いますか、例えばシャブの売人とかも普通な真っ昼間からうろうろしてたりするらしいんでね、暴力団の事務所も多数あるエリアでございますので、撮影を中断いたしました。で、やってきたのは南森町ですね。ここは大阪天満宮のあるところで、行ったことがないので、ちょっと神社を見に、行きました。愛林地区とは打って変わって、まあ、別世界、平和な場所ですね。まあ、南森町で降りたのは、吉村知事さんのタワマンが最寄り駅になるからですね。大阪に私も1年半ぐらい住んだことがあるんですけど、ここ大阪天満宮は初めて来ましたね。社殿がですね、ハイレント社殿が江戸時代の後期の建築物だということは今回初めて知りました。まあね、さっきみたいなドヤ街に行きますとね、ドヤ街でホームレスを支援している団体っていうのはいろいろあるんですけれども、キリスト教の団体って結構まあいろんな支援をしてるんですよね。それに比べるとこういった神社がですね、ホームレスを支援してるっていう話は僕は聞いたことがないので、昔からの謎なんですよね。まあお賽銭を集めるのはいいんですけれども、なんか複雑な心境になりながら今回は大阪天満宮に来ております。これが江戸時代の社殿ですね。見事ですよね。お祭りもね、この神社は有名ですね。日本三大祭りでしたっけ。ここは登竜門ですね。登竜門の金属製の灯籠が戦時中に軍に持ってかれたということで、まあ、そのままになっていたんですけれども、特殊化の、特殊化ってお金持ちという意味だと思うんですが、寄付によって新たに灯籠が建てられております。それをじっくり眺めて、この唐門の様子なんかも含めてね、見物いたしました。さて、吉村知事のご自宅方面に向かいます。通っていきますのは日本一長い天神橋筋商店街ですね。これ南北 2.何キロ、3キロ近くあるんですよね。で、その天神橋筋商店街を少しそれたところに大阪府知事の お住まいのタワマンがございます。こちらでございますね。まあ、大阪のこれ北区なんですけれども、北区にはこういったマンションがたくさんあるんですよね。ですから、その他にあるタワマンに比べると特に豪華だというようなことはないですね。2005年に竣工した高さ26階建てのマンションになりますね。197戸の規模でございます。で、マンション名は、何だったかな、
ローレルコート与力町エルグレースという名称でございますね。ここが入り口のところですね。まあ普通のね、ごく一般的な市民の、ごく一般的って言い方もあれですけど、本当に普通のタワマンですね。普通っていうかね、富裕層向けのタワマンっていうわけじゃないですね。一般庶民向けのタワマンっていうか、そういう感じのタワマンでございます。まあ、具体的に見ると場所はここですね。まあそんなにすごいロケーションでもなくて、本当に住宅街の一角に立つタワマンでございますね。恐ろしく高さがあるわけでもないですしね。周囲も見渡せるようにすると、まあ大阪城がね、この向かって右下に見えますね。高層階からは見えるかもしれません。で、まあ価格帯もですね、そんなに高くないですよね。60平米から70平米ぐらいで、まあこれは賃貸ですね。15万から20万ぐらいの賃料ということで、別に高い感じはしないですね。妥当なんじゃないかしら。で、物件概要が出てますね。売買実績を見ても、価格は5000万前後ですかね。ただ2010年当時に比べると、まあ、およそ 1.5 倍ぐらい値上がりしてますね。北区のマンションがですね、全体的にかなり上がってるんですよね。ここら辺の価格帯見ても随分上がってますね。あ、これが売り出し平米単価の推移ですね。驚くことに北区はですね、この10年で倍以上に平米単価が上がってますね。北区にマンションを建てた方は非常にいい思いをしてらっしゃるということになりますね。今回ご覧になっているタワマンももともといい価格だったんですけど、さらにそれよりも高くなってますね。まあ、ただ賃貸のこう数字を見てみると、マンションの売り値は高くなってるけども、賃貸は少し安くなってる傾向にあるのかな。まあ競争が厳しいんでしょうね。で、内部の環境ですけれども、部屋の中ですね、まあそんな超豪華っていうことじゃなくて、すごい一般的なマンションという、そんな感じがしますね。ですから、大阪府知事だからといって凄まじく高い、まあなんだろう、バブリーなマンションに住んでるわけではないっていうことですね。管理人が常駐して一定以上のセキュリティがあるマンションに住んでいらっしゃるということだと思います。で、マンションのですね、周囲はこういったお寺さんが比較的多くなってますね。今見ているのは浄土宗のお寺さんで、善道寺さんのようですね。なんかね、お寺とかね、あるいはお墓がこう眼下に見渡せると意外と落ち着いたりするんですよね。不思議なことに、まあ日本人の心がそうさせてるのかちょっとわからないんですけど、僕は意外となんだかリラックスしますね。南東側から見たところですね。そういえば大阪府知事って言えば、大阪維新の会、大阪都構想で有名でしたよね。僕は関東民ですから、ただ眺めてるだけだったんですけれども、あ、反対側にもこちら側にもお寺さんがありますね。まあ大阪府民は完全に現状維持を選んだということで、まあ、相対的にね、大阪の地盤沈下っていうのはそういうことをやってると、まあ止まらないんですよね。なんだろう、超国際都市の東京との、まあ、差がですね、今後も相対的にどんどん広がっちゃうんだろうなというふうに、僕は眺めておりましたですね。東京都もですね、東京市なんてないんですよね。で、東京、あと区があって区長を選べるって、私ね初めて知ったんですけど、大阪には区があるんですけども、区長選挙ってないんですよね。
ですよね。なんか僕すごいびっくりしました、それ。でそれ大阪都構想になって新しい区ができたらその区長選挙ができるってことで、ある意味民主主義が深まるような気がするんですけど、それなんで嫌がるのかちょっと僕はすごい不思議でしたね。ということで大阪の吉村知事さんのご自宅のタワマンでございました。まあ、46歳でしたっけ今。若いのにようやりますね。本当に若い市長さんっていうのは僕それだけでウェルカムですね。いつ死んじゃうか分かんないような年寄りがトップをやってるっていうのはね、僕はあんまり好きじゃないので、はい。ということでですね、吉村さん宅を辞して、これから向かうのは大阪市長の松井さんのご自宅のタワマンでございます。ここからね、電車で行きやすいんですよね。ですから両方訪ねるという趣向でございます。はい、今回もご視聴ありがとうございました。今後ともよろしくお願いいたします。